イライラはしなかったけど、これ俺もう終わりだよね高校野球みたいな。上原コーチの雑談魂、雑談魂。まあ敬遠というそのつながりで、まあ答え合わせじゃないですけど、高校の時に5打席、うん、敬遠されたじゃないですか、うん、あの時ってどんな感情だったんですか？敬遠っていうのはそれまでもやっぱ何度もあったのね、うんうん、あの試合だけじゃなくて、うん、そうそう、でもあの試合は全部敬遠だったでしょ、5打席、はい、それはさすがに初めてだったんだね、で、まあ、しかもあれが高校の最後の試合だったからね。ああそうです、うん、3年生の夏ですもんね。そう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 、だからそういう意味でなんかねすごい、なんていうか悲劇的に捉えられ、はい、ね、られてるけど、敬遠されること自体は別に何とも思ってなかった。あ、そういう意味では、うんうん、ただその敬遠していい場面、まあ、していいってして悪いじゃないですけど、うん、なんでここでってなるじゃないですか。まあそれはやっぱ極端だったよね、うんうん、まあ、ツーアウトランナーなしでも敬遠だったから、はい、まあ、そこは勝負かなと思ったけど、うん、その前の打席でもワンアウトランナー一塁だったの、それでも敬遠されたの、あ、もうこれ今日もないなと、ない勝負してくれないなとういうふうにはもう感じだよね、その時は。その宿舎帰ってなんかすっげえイライラしたとか、そんなのなかったですか？イライラはしなかったけど、いや、これ俺もう終わりだよね高校野球みたいな。俺最後打ってないのにと20球見送って自分の高校野球終わるんだと思って。そうですね、うん、なんかもうなんかすごい、なんか自分は一体、まあ、何をやってきたんだろうな3年間みたいな、ね、まあ、その後に打ってた6番バッターが悪かったってことですね、福住が。まあそういうことだね、あ、まあ、でも彼はタイムリー打ったけど一本ね。まあでも今思うと逆に感謝してますよ。あれでクローズアップされたから、やっぱりあれだけ注目してもらえてね、でなおかつやっぱそのあの敬遠自体が自分のエネルギーになったから、うん、やっぱりそのあの甲子園のね舞台で5回敬遠されたバッターだっていうことをやっぱ自分自身で何かやっぱ証明しなくちゃいけないっていうか、そういう気持ちがやっぱりあったから、あのエネルギーにはなりました。でもこれは語り継がれる物語っていうかあれですよね、その敬遠と大輔のあの決勝のノーヒットノーランとかね、うん、やっぱり甲子園ってそういう、まあ、ああいう美しいものではなかったけど私の場合はね。まあでも自分個人的にはプラスになった出来事ですよね。甲子園ってどんな舞台なんですか？経験したことないんで。近くに住んでたじゃん。近くに、俺なんか遠くに住んだよ甲子園からね。いやいや、そういうだけでその選手としてこう行ける、どういう感情でこう皆さん、いや、やっぱりその例えば大阪でね甲子園出る大変さと、はい、石川県で甲子園出る大変さはやっぱ違いますよ、やっぱり。いや、まあ、でも代表で出るじゃん。まあもちろん代表で出るんだけど、はい、だからもう少しなんていうのかな、すごい憧れの場所で、うん、やっぱ小さい時からここで高校野球ね、はい、試合したいっていう憧れの場所だったけど、なんていうのかな、もう最初1年生の夏に出たんだけど、はい、もう全然ほぼ覚えてない。緊張ですか？緊張で。松井さんでも緊張するんですか？すごい緊張した。もう足、1打席目自分足ブルブルしてるの分かったよ。そう。で、もうドカベンの漫画好きだったのね。はい。うん、ドカベンの漫画のなんかそれもうフラッシュバックしちゃって、はい、もうそれでなんかすごい緊張しちゃって、足ブルブルブルってなっちゃって。はい。うん、でも1打席目ね、もうストレートのフォアボールだったのね。もう内心ガッツポーズだったよね。あ、うん、絶対もうクスが来たら打てない。もう打てない、もう足ブルブルしてるから。そう、フォアボールラッキーと。そう、でももうその後もほとんど覚えてない。もう緊張しちゃって、でも初戦で、その時は初戦で負けてだったけど、まあでもやっぱ高校生にはもうなんていうのかな、憧れるっていうのはすごいわかるかな。だからその後プロでも10年間甲子園でプレーしたけど、全然そのプロ野球の甲子園と高校野球の甲子園とはもう全然違うね。高校の時土持って帰りました？持って帰ってない。あ、そうなんですか。1年生2年生の時は先輩たちは持って帰ってたかもしれないけど、
3年生の時は春も夏も出たんだけど、もう持って帰らずに。もう3年生の時あの試合で終わっちゃったから、もう、もうなんか土持って帰ろうとかね、そういう感じはあれもなかったよ。誰も持って帰ってたんじゃない？あ、チームが。多分、うん、おそらくそういう感じじゃなかったと思うよ。僕プロ1年目の時にちょっと一つかみぐらいだけ持って帰りました。本当？まあプロにも行けばね。いやいや、やっぱり、まあ、僕らやっぱ高校の時に持ち帰り方だよね。憧れの場所であって、うん、高校の時になって僕がプロ目指すなんて言ったらもう笑われるじゃないですか。試合にも出てないのに。え、試合出てなかった？高校出てないです、出てないです。ほぼゼロ。だってあれ、立山が。でしょ、はい、どう違うところで出てなかった。いや、2年生の新チームの時は外野守ってたんですけど、うん、あのバッティングじゃないですか。いやでもこの体格があればさ、一応相手ビビらすことができるじゃん、打席立てばね。打数の半分フォアボールだったんですよ。ほら、ビビらしてんじゃん、ちゃんと。でも、出た方が良かったんじゃない。その半分もノヒットやった。なるほどね。打率0割。はい。でも出塁率5割じゃん。そうなんですよ。で、3年の春に、もうまあほぼクビみたいな感じで、でピッチャーやれって言われて、で3年の春にピッチャー行ったんです。うん、でも最後の夏とか投げなかった。夏は6イニングだけ投げました。うん、で打席も2打数2安打打ったんですよ。お、2打数2安打です。はい、ちゃんとクリーンヒットだった。クリーンヒット、はい、めっちゃ嬉しかったです。やるじゃん。どこも何回生まで行ったの。ベスト8まで行きました。ベスト8まで行ったの。はい、すごい。大阪でベスト8まで行ったの。はい、すごい。大阪ってベスト8だったらその関西だけでテレビ放送、テレビ朝日で放送があるんですよ。まあ、それ知らなかった。まあでも立山君いたんだったらね、それなりに。だから最後、上の宮に負けたんですけど、うん、上の宮相手に僕多分2イニングか3イニング投げましたね。うん、抑えたんですよ。抑えました。なるほどね。まあその時にそのピッチャー、あ、ピッチャーって面白いなと思って、で大学行ってもちょっとやりたいなと、うん、大学4年間野球やってもう終わろうという考えだったんで、うん、先生になるっていうね、言ってたよね。って言うと思ったら受験に失敗ですよ。まあそれはまあしょうがない。いろんな壁があります。しょうがない。まあね、それがそこから雑草魂が生まれたわけでしょ。そうです ね、やっぱり負けたくないっていう。まあでも雑草魂、まあそれがあったんだろうけど、でもまあそれは巨人のドラフト1位はスーパーエリートですよ。そう、僕はだから入る前までのことをずっと言ってるんですけど、みんなやっぱりジャイアンツの1位が何が雑草やねんっていう声をたくさんいただくんですよ。まあまあ結果的にはね。まあでもそのそこまで培ったものはね、 そのまでの過程がやっぱり他の人たちとは全然違うっていうことを言いたいんですよ。なるほどね。はい、浪人して、まあ確かに浪人してね、そんなもうこういう感じでアルバイトをね、うん、やってるじゃないですか。ああいう警備もして、まあ、そんなにあれでしょ、大学も注目されたリーグじゃないでしょ。全然注目されてないです。でも今年ね、同じリーグの違う大学なんですけど、ドラ1ぐらいで注目されてる子がいるみたいです。まあ、でも今いろんな大学からいい選手出てきてるね。いや、今地方の大学の方がもしかしたら ね、昔はみんなね、六大学とか東都とか ね、はい、関西も、はい、学生ね、関西学生、ね、はい、関西六大学、ね、そうだね。もう大学は全く頭なかったんですか。いや、自分も最初は大学行くつもりで、え、そうなんですか。高校に入ったよ、もちろん、うん、だ自分も大学まで野球やれればいいかなぐらいの感覚だった。それはないでしょう。ちょっと待って、それはちょっと今のは同じ年で受け入れれないです。いや、ちょっと俺中学の野球部だよ。中学に軟式、いや中学まで軟式よ。はい、いや僕も軟式ですね。でていうか僕陸上部です。軟式野球で、はい、しかも俺最後のはなんて、俺3年の時なんて、はい、もう県の大会も出れなかったの。はい、のみ軍っていうところがあったんだけど、はい、今のみ市ってなったんだけど、はいはい、そう4つの中学しかないのね。そこで負けた。負けた。しかも俺ピッチャーで。マジでピッチャーやってたんですか。これ中学ピッチャーエースよ。エースで4番ですか。そう、エース4番キャプテン。うわ、ね、そうで決勝1回勝ったんだけど、はい、決勝戦で延長、まあ、中学7回制だったんですよ、はい、延長10何回まで行ったら、はい、今でいうなんかほら特別ルールみたいなのが始まっちゃう。ノーアウト一塁とか満塁とか、はいはい、それで、自分は裏だったの、だから最初守りだった、はい、いきなりスクイズされてピッチャーゴロも、はい、もうこれ完璧ゲッツーだみたいな、はい、でグラブトスしようと思ったらもうスルーね。もうそれで残念です、うん、もうグラブトス、グラブにも当たらないって。
それ何点取られたんですか、表に。4点。そのバッターまで1点入ってた。4点返すの大変ですね。で次の回ゼロ。あもうそれで中学野球おしまいですで、ピッチャーももう俺やっぱピッチャーダメだなと。松井さんのピッチャー姿ちょっと見てみたいですね。でも星稜に入った、星稜には行ったんだけど、はい、そう1日目俺ピッチャーやってたから、はい、監督もじゃあブルペン投げろって言われて。星稜の時もですか。そう1日目最初入った、はい、初日そうでブルペンで投げた、はい、でもこっちはもうピッチャーやりたくなかったから、まあでもそれで真面目に投げたよもちろん、はい、投げたんだけど山下監督が来て、松井お前ピッチャー以外だったらどこやりたいって言われて、もう失格です。そう首は首、そう首ですよ。バッティングはもうすごかったんですか。いや、まあ、でも1年でリーダーになってるわけですから。その前にだピッチングする前にね、はい、その打てって言われて、バッティング、はい、そうで、打ったらガンガンその飛んでたの。その時初めて公式を金属バット公式で打ったの初めて、はい、公式ってこんな飛ぶの。いや僕もそれ最初思いましたね。はい、すっもガンガンもう打っちゃって、はい、で先輩3年生の先輩とかいるでしょ。で誰もフェンスを越えないの、はい、で俺先輩たちってこれ真面目に打ってないのかなと思ったら本当最初にマジ で俺こんな本気になって打ったって、はい、ちょっとダメだったのかなとかすごい逆に心配になってきた、はい、あとで怒られたりしないのかなって でもそうじゃなくて、うん、もうそれは誰も越えなかった。そうですね、軟式と公式全然違いますもんね。そうでそれで監督はもう多分野手にしたいと思ったんじゃないかな。でその後投げたんだけど1日で、まあ、一応もう1日で失格。そうでピッチャー以外どこやりたいって言われてで外野って言ったんですか。いやその時はサードやりたいって言った。あそうか高校サードですもんね。で中学の時に2年までキャッチャーしてたんだけど、はい、で3年の時はピッチャーとサードやってたの。投げない時はサード、うん、どうかもうサードしかできないよなと思って、でサードやりたいって言ってでその時はサードにキャプテンの人がいたのね、はい、3年生の。だからそれあの3年生がいる間はファースト1年目の夏までファーストやってた。あじゃあ1年 その甲子園はファーストに出てるんですか。そう3番でした背番号3で。そうで3年生が引退されてそれからサードやった。そうだったんですか。そうそうそうピッチャーですか。ピッチャー。いやもう自分はもうセンスないの分かってたから、まあ、もう全然その映像ないかないや、ないと思うよ、たぶん。松井さんのピッチャー姿。ないと思うけど、やっぱりね。球だけは速かったよね。あ、そうなんですか。で、まあ、その時、同じその、ね、高校に入ってきたピッチャーで、あの左ピッチャーでね。山口さん、はい、彼がね、その中学の軟式で、全国大会で結構上の方まで行ったの。あ、うん、で、そういういいピッチャーがいたから、まあ、監督ももうね、まあ、松井はいいだろうみたいな感じで。で今星稜中学も野球部強いんじゃないですか。星稜中学強い。なんか今年全国大会優勝してませんでした。あ本当？何回かしてるはずだけど。ね、うん、新聞で見たんですけど。本当。これ強い。で私たちの頃はそんなに強くなかったけど強い。うん、強い強い。僕中学校に野球部なかったんですよ。本当？だから僕陸上部です。じゃあ何じゃああの地域の集まりで、そういうやつだ。いやそれ日曜日だけです。じゃあボーイズとかそういうのじゃないの。じゃないです。軟式で週1回日曜日だけ。本当、はい、それ以外は陸上の練習。本当わかんないもんだよねわかんないもんです本当に。いやだから自分はもうすごい話に戻るけど、はい、星稜入ってまあね頑張ってどっか大学行って野球やって、まあ、それでもいいかなと思って最初はね、まあ松井さんが大学行きたいっていうのは嘘でしたっていう話でね、はい、なんで嘘なの誰もが納得いかないっていう話で星稜を選ぶのも、だから星稜に行くのも最初、はい、本当は自分の地元のね、はい、公立高校、小松にある公立高校行こうと思ってたんだけど、へえ、そうだから星稜って別にそこまで考えてなくて、うん、でもし大学進みやったらその大学どっか目指してる大学あったんですか。いや、そこまで考えてなかったんです、うんうん、いやもちろんそれはいいとこ行ければね、はい、一番いいけどそこまで考えてなかったけど、ピッチング行くか行かないかのピッチャーがこんなボール投げんのと思って、あれ以上のスライダーとかカーブ見なかったよ本当。